はい、皆さんこんにちは、ファナムです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、勉強会の第2回目ということで、進行をしていきたいと思います。前回もですね、三国維持について、文献資料をですね、取り上げましたけども、今日もですね、三国維持をこちらのですね、韓国版になってしまうんですけども、こちらのですね、本を利用しながら、そして皆さんと一緒にですね、この神話をですね、見てみたいと思います。で、今日はですね、日本と関係のある、ちょっと順序はですね、飛んでしまうんですけども、新羅の時代ということではあるんですけども、日本と関係があるというところをピックアップしてですね、与野蘭世呂というですね、この物語について、ちょっと見てみたいと思います。韓国語で与野蘭世呂というふうに言います。このチャンネルはですね、韓国朝鮮の歴史や文化についての解説を主に行っております。それから韓国現地のですね、歴史的な史跡やですね、観光地などをですね、配信しておりますので、今後ともよろしくお願いします。それから今週の土曜日にですね、日韓交流会ということで、オンラインでしていこうかというふうに計画をしておりますので、もしですね、参加ご希望の方がいらっしゃればですね、 LINE の方に登録していただければ、私が URL をですね、そちらの方で送らせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ではですね、まずこの与野蘭世呂を簡単にですね、もう一言で言いますと、この2人が夫婦なんですね。そして、神羅の時代にこの夫婦が、この文献にはですね、日本というふうにこの漢字で書いてありますので、日本に渡ったというような、背景という、ストーリーなんですね。大まかなですね。それではですね、韓国語を読んで、そして、確か日本語に、簡単に訳していきたいと思います。제발대에아달라완이주기한지4년총유의동해강에요노랑과세오노라는부부가살고있었다ですね。八代の新羅の王様であったですね、アダルラ王、アダルラ王、観光でアダルラ王ですね、王様が即位したんですけども、この人が八代王様だと。その即位した4年後ですね、長雄157年に、東平、東海、この韓国では東海というですね、東の海というふうに言いますけども、日本海ですね、日本からすれば日本海ですけども、に、与野蘭と世呂のですね、が、夫婦ですね、こちらはこの2人がですね、夫婦ということですね、夫婦が住んでいましたと。おなる、与野がパタエナが、ヘチョル、ケトン中へ、カプチャギパイハラが、カッコにですね、ムルコギハンマリと書いて、ムルコギハンマリが、クルルシッコイルボヌロカブラッタですね、この男性がですね、ある時、この海藻をですね、取っていたわけですね。そしたら急にこの岩が動き出してですね、そして日本に行ってしまったと。で、この岩、またはですね、魚と書いてますね。魚か岩かっていうことですね。クナラサラムドリボゴ、マラギル、이는비싼사람이다라고곧그를세워왕으로삼았다って言うんですね。その土地にいたですね、人々ですね。セオ、与野蘭ですね。与野蘭が行った先の村ですね。村か島かわからないですけども、そこの人たちがびっくりしたわけですよね。遠くのところからですね、来たとして、この容姿とかですね、この服とかですね、ちょっと自分たちとは違うということで、おかしいと思いながらですね、何か特別な人なんじゃないかとですね、特別な人なんだということで、王としてですね、迎えたということなんですね。で、일본책기를보면그앞비나뒤에신라사람으로일본왕이된자가없으니이곳은변들이고을에작은왕으로참왕이아니다ですね。この括弧にですね、日本定期と言いますね。
まあ、この古事記の前っていうんですかね、古事記を編纂するにあたって、その元になった資料ですね、定期といいますけども、これを見るとですね、神羅の人が日本の王になったというその記録がないので、まあ、これは何かその町外れというか、その田舎のですね、そういった王ではないかということで、まあ、大きなね、そういった統治した王ではないというふうに書いてますね。うん、まあ、この解説にはですね、日本の国の小さい島と書いてますね、島ですね。セオヌ南平にとらおじい、アンヌンゴスルキイヨギョナガチャプタが、南平にポソノウンシンバルバルグナゴクパイウエオラガニパイがトワンチョンゾロムクルシンコがすみだね。まあ、この男性が行ってしまったので、この妻ですね、奥さんも何かおかしいなと思って行ったらですね、その旦那さんのこの、まあ、草履がですね、まあ、草履というかその靴がですね、置いてあったというところで、それを見てたらですね、その上にあった岩ですね、自分もそこに立っていましたから、岩が動き出して、そして自分もね、そのところに行ってしまったというところですね。クナラサランドリのラッコウアハヨワンケアレオプブがソロを真ん投げてよクルルキビロサマタですね。まあ、その国の土地の人たちがですね、今度はその女性が来ましたから、またびっくりするわけですね。そして、まあ、この人が夫婦だということをですね、分かって、そして、まあ、王妃にですね、迎えたということですね。行って信頼するに平渡り、関チェルいるけてじゃ、イルガニアレギルイルワイルウォネイルウォネ종기가우리나라에관리하였던것이이제일본으로가버렸으므로이러한개변이일어난것입니다라고하였다んですね。まあ、ここからはちょっと面白いんですけども、まあ、この夫婦が行った途端ですね、この太陽とですね、月の光がなくなってしまったというんですね。なくなったというか、その、まあ、その月と光のですね、まあ、何かこのずっと曇りだったんですかね、まあ、そういうような現象がずっと続いたので、まあ、おかしいと思ったわけですね。そして、なんとですね、これ占い師ですね、イルガンというですね、イルじゃですね、イルガン、まあ、こちらの漢字で書いてますけどね、こういう漢字で載ってるんですけども、まあ、この人がこの、解説にはですね、まあ、天文をですね、見たりとか、その占いを見るっていうですね、そういう人みたいなんですけども、まあ、その人が言うには、彼らが行ってしまったからね、本当はその新羅の方にですね、そういった木ね、元気の木ですね、木があったんだけども、それが行ってしまったというようなことを言ったんですね。ワウンサジャルポネトゥサラムチャザットに、ヨノガマラギルネがいいならえ、いるん。것은하늘이그렇게시킨것이니이제어찌돌아갈수있느냐그러나침의피가손수찬피단이있으니이곳으로하늘의제사를지내면잘될것이라고그피단을주었다んですね。まあ、ここでですね、この使者が会ってですね、まあ、帰ってきてほしいと頼んだんですね。そしたらこのセオヌがですね、何と言ったかというと、まあ、これは天のですね、まあ、そのなんていうか使命だと、天が使わしたんだと、私がですこの地に来ることをですね、だから私は帰れないけども、代わりにですね、私の姫がこの織ったですね、絹織物、織物ですね、絹織物を、まあ、これをですね、天にその、まあ、祭祀ですね、お祭りしてですね、行けば解決すると。まあ、太陽と月の光がまた戻ってくるだろうというふうにして使者をまあ送ったんですね。でサジャガトラはあれをクーパルチョチャチサルチネットにエワタリチョンガガタジョッタっていうんですね。ですから、ここでその先ほどもらったですね、まあ、絹織物をですね、まあ、シルクですね、シルクをこう持って、そして祭祀を行ったらですね、また元通りになったということなんですね。でここもですね、やはりこのシルクというところですよね。まあ、こういったものがこの日本と、まあ、新羅の間にですね、行ったり来たりしていく、そういうものがあったんではないかということが、ここからですね、何か感じることができると思うんですね。それからその日の光がですね、なくなったというところも考えるとですね、これはそのアマテラス大神が、こちらのその解説にも書いてるんですけども、まあ、雨の岩屋とですね、
その場面にですね身を隠した。それによって太陽の光がですね、なくなってしまったと、暗黒になってしまったと、まあ、そういったところととてもこの、まあ、類似しているですね内容があるんではないかというふうにこの述べておりますね。平和大チョンガガッタジョッタですね。クーピダヌルオゴエカンジカヨクポルサムコクチャンゴルキビゴラゴハヨコ。ハヌレチェサチネンゴスルヨンイルヒョンニトヌントギヤラゴハヨタですね。まあ、ここもちょっと面白いんですけども、まず一つがですね、まあ、キビゴというですねキヒコですね、そういったところにこの国宝としてですね、まあ、大切に保管したということですね、うん。まあ後でちょっとお話がこちらのですね本の中に参考にするんですけども、まあ、こういったところも考えると、なんていうんですかね、この巫女がですね、巫女がそういったその祭祀を行っていく、そういった、まあ、背景がこういったところにですね伺われるんではないかということをですね、言ってる人がいますね。それからこのヨンイルヒョンですね、まあ、韓国でヨンイルって言うんですけども、芸日ですね、まあ、日を迎えるところですね、まあ、実際今ですねこのポアンというですねところが韓国のその慶尚南道にですね、この日本海側にあるんですけども、まあ、そこになんとですね、こういった地名まであるっていうんですね。ですから日を迎えるというところがとても、まあ、基地だと、まあ、このとてもいい土地だというふうなことで、まあ、日本神話にもありますよね。この日を迎えていくところがですね、天孫降臨のところにですね朝日の正す国、ここがですねいい国だというふうなところを言っていることとですね、やはり類似している部分がとてもあるんではないかというふうに、まあ、推測していくわけですね。まあ、ここまでがですね本当に短いんですけども、この世の乱世法のですねこの神話のですね内容であってですね、本当に漢字で書くとですね、まあ、こんなふうに短くなってしまうんですけども、まあ、とにかくですね、今日の内容というものはですね、この新羅の国からですね、まあ、渡っていったというところですね、まあ、ここが一つのポイントかなというふうに思われます。で最後にですね、この三品昭秀さんというです、ね、方の日祖神話伝説の研究をですね、ちょっと、まあ、参考に見てみたいと思うんですけども、まあ、先ほど言った私のねこの4いるというですね部分も、やはりその日本神話のですね、まあ、朝日の正す、まあ、良い土地だというところをですね、まあ、指摘するところがあるんですけども、でこの地名だけではなくてですね、まあ、興味深いのはこの先ほど言ったこの彦ですね、こういったところを指摘しながら、まあ、祭儀ですね、お祭り、まあ、祭儀をしていくこの巫女ですね、巫女が室内にこもって神に奉仕する、まあ、そういった伝承として、こういったところからですね、理解できるというようなことをですね言っていますね。まあ、結論的にはですね、世の乱の伝説はですね、まあ、海洋型の太陽神話というふうに、まあ、言っているんですね。でこの鳥というですね字なんですけども、まあ、韓国ではこれはカラスですね、カマギという意味もあってですね、まあ、カラス、要するに、神話上においてはですね、まあ、そういった、まあ、崇拝のですね対象として、見ているというところをまず見ることが、まあ、できるとは思うんですね。そして、まあ、実際この2人がですね行ったかどうか、そして、まあ、もっと大きな勢力がですね、一つになって、そしてそれが伝承になったのかということは今後ですね、明らかにしなければならないとは思うんですけども、まあ、さらにですね、まあ、興味深いのはですね、この島根県にですね、沖ノ島というのがありますけども、この沖ノ島にですね伝わる、まあ、民謡があるというんですね。でこの民謡の名前がですね、イミジユライキというですね、ものであってですね、でその内容を見るとですね、まあ、日本語だったり韓国語のようだったりですね、ちょっとその解釈するのがなかなか、まあ、難しいっていうんですかね、ところがあるみたいなんですけども、まあ、とにかくですねこの内容の中に、この人というですね人が現れてくるんですね。でこの人が最初のこの、まあ、沖ノ島にですね
まあ、北そのなんていうんですかね、まあ、第1号だったというようなことを書かれてはいるんですけども、で、どのようにして現れたかというと、まあ、獣のこの皮をですねまとって、そして現れたということでですね、まあ、その現地の人とちょっとね容姿が違った人だというところでですね不思議があったという内容ですよね。それから、まあ、からの空国というところから来たというね、まあ、空というのはこれは、まあ、新羅というふうなこともですね解釈できますので、まあ、明らかにですね何か海から渡ってきた人がですね、まあ、沖ノ島の国にですねそういったものを伝えていったというふうなことが分かるんじゃないかと思いますね。まあ、今日読んだのはですねあくまでもまあ神話の内容でありますので、まあ、それをそのごとくにですね、事実としてですね、理解するということはなかなかあれなんですけども、ただ、まあ、そういったその参考にしながらですね、歴史をまあ深くですねこう見つめていくっていうこともできるんじゃないかというふうに思ったりします。はい、今日はですね、ヨナランセオノというですね、まあ、日本と関わりのあるですね、まあ、そういったこの韓国の神話についてお送りいたしました。まあ、今後ですね、まあ、オンエアというか、まあ、生放送でもですね、まあ、勉強会ができればというふうなことも考えています。このですね、まあ、勉強会を通してですね、まあ、何かしらの皆さんのお役に立てばというふうに思っております。それでは今後ともですねよろしくお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。